そう、はい、今日は日曜日、ちょっと市街を取りに行くとだったんだけど、ちょっともう大雨で行けなかったんで、来ました、やっと。だけど、ね、今日も雨だね、うん、雨。ちょっと待って、え、なんでヘルメットか一応ね、なんでヘルメットかやっぱし、危険はどこに潜んでるかわからない、夜の海は。ああ確かにね、こんな何もしないで行くやつこけて頭打ってもあの上行きますからねそんなのなしでね、ちゃんと安全に、うん、今回は安全に一応夜の作業になっちゃうんで、ね、タコ取るっていうのはもうで、一応みんな仕事終わってきてるはずだから、やっぱこそこら辺もね、疲れて倒れたりっていうのもあるから、皆さんヘルメット着用ででね、一応夜の KY、まあまね、夜の KY 行く、夜の一応 KY も始めたいんですけど、うん、まあちょっと雨もね、まだちょっと昨日よりかまだマシなんで、うん、まあ、マシだな、ね、頑張って安全でね取っていきたいと思いますんで、はい、とりあえず KY 活動、はい、そうですね、やっていきたいと思うんで、一応もう足元、特に足元何が潜んでるか分かりません。でそこら辺をちょっとね、みんなで声かけ合って注意しながら、はい、足元照らしながら しっかりね仕事やっていきましょう。はい、じゃあいいですか。あ、すいません、はい、ジーンの方は、はい、ジーンは3名、3名今日は3名、ね、新規なし、新規は大丈夫です。新規は大丈夫、新規はもう前でやったんで。あー、オッケー、じゃあ、はい、はい、じゃあ足元注意よしでいきますよ。はい、せーの、足元注意よしお疲れ様です。じゃあ頑張っていきましょう。行こう、はい、はい、はい、頑張ろうね。しかや、一応今日何匹取る予定？絶滅危惧種させます、俺が。オッケー、じゃあ、おきちゃん行こう。行こう、寝てない。はい、寝てない、釣り行ってた、こいつも釣り行ってた、俺は仕事。いやいやということでね、ヘルメットかぶったらやっぱしね、仕事しづらいはずだから軽い帽子で頑張っていきたいと思いますんで、はい、じゃん。奥ちゃん、今日場所どこ？中城。中城といえば、中城といえば、中城といえば。なんね？なんね？やめようか、そんなの。中城といえばこれ何だった？マーメイドちゃん。マーメイドちゃん。うん。僕のガールフレンド、マーメイドちゃん。よろしく。かわいいね。今日も素敵よ。はい、シガヤ、頑張ってこー。よっしゃー、行くい、行くい。やばい、もうこんな、これこそまさに本物のアーサーさ。食レポ行く？やばいでしょ、これもう何がいるか、もう絶対、なんかいそうだよね。今日なんかいい感じするな。いいよ、沖まで一応行く。ちょっと行けるところまで行ってるけ。あ、見て見て見て、魚が寝てる。魚が寝てる。あらららら、網つくまえて、網で、網。魚ゲット。はいはい、いた。魚ゲット、あれ池江さんにする？もういいよ。いいね、なんか夜のさ、こういうのって最高だよな。うん、シリカオンじゃないっすよ。市場じゃない、市場のわらば。シリカオンいいんじゃないですか。食べます、うん、大丈夫だな。リリースします。リリース。じゃあ大きくなって、大きくなっても釣らないよ。じゃあね。はい、バッカン。バッカン流され、深っ。昨日より全然深い。見つけた、タコっぽかったやつさ、今動けた。いや、ガチの話で入っていくったやつさ。あ、別そうだね。いや、もう使ってるやし。やばい、お腹痛い。あ、ニリー、絶対あれタコだぜ。あ、ニリー、マジ？じゃあこちらにいるんじゃない？100%。じゃあガチ、これ冗談抜きで信じてないと思うけど、ガチだよ。じゃあこっちファーッと入っていけた。わが取っていいか。じゃあなんか変な物体、物体じゃない、細長いやつ。なんかこれヤガラのわらば。
ウメヘビかなと思った。それはないな。これは逃がしましょう。お帰り。あ、怪魚中ステッカー。何、これ何がいこれ、あれじゃないの、てなんか、この美味しい、これ美味しいってね、ハイサイが食べてましたね。ハイサイ探偵団の皆さんが食べる。俺も大丈夫だな。じゃあ戻す。じゃあ誰かに取られて。いいお尻、いいお尻、いやマジで何もまだ見つかってん。お願い、今日だけは見つかる。もう今日取れるまで帰らんこうな。とりあえず みんな頑張ってね。頑張って。あ、いた、しがや。いました、いました。どこどこどこ。カニやばいな、食うかもしれない。逃がすか。カニ逃がすか。いて。いや俺さ、ウスマサマガーのがいるやつさと思ったから、2匹いたんだ。一応2匹いるっぽいなと思って。素手で取ってる。優しく取って、優しく。今度俺やし。待って待って。マガーがいたから、あいと思ったわけ。で、1匹見えたから、もう1匹見えんくなったわけさ。で、まさか2匹いると思わなかった。でかいよな。これが、これ噛まれたり、アウトだからさ。あ、手が取れた。なんでか噛まれたら、何かあれば毒。忘れず取ったけど。あれだよな、麻痺する。カニ大丈夫か。カニ逃がしましょう。いいあれができたんじゃん。帰る。まだもうちょい。やかやさ、もうちょい、もうちょい。一匹ずっと、2匹取った。ダメ。ヤシがこれの数だったら、落ち込みマジで30分で終わる。じゃ頑張っていこう、もう一回。風やばい。もう眠ってた。歩きながら眠ってた。やばい。じゃあ今日取れた。痛い。マジ取ったの？取ってか、マジ。マジ？35の重り。やばい。これだけ。やばい。痛い。やばい。35の重りってこれ20円の。35。でも天秤。天秤。やばいね。これ多分寝掛かりしたんだろうね。きっと。寝掛かりしたんだろうな。いや、まだ取った。俺さ、取ってないだろ。行こう、はい、帰ろう。と思うさ。実は取ったわけよ。いや、もうおもりとか言うなよ。おもりって言いたいよ、俺も。おもりって言いたいよ、この流れ的に。ゴミゴミ取りましたと思うさ。あんまさね、これ言うので。待ってよ、暗くない？痛いとこは照らしましょうね。はい。まさかの、まさかのシガヤ2匹一応取りましたよ。あらい、シガヤこれが一番でかい。あれがでかい。これがでかい。ついに2日目。リベンジ戦でね、うん、これもね、タコの足もこれで何匹、タコの足入れたら何
匹だな。4匹だ。よっしゃーってなんでやもう一応ね、取れたね。取れた。初ポイントだったけど取れたね。1回あげて。こいつは手がよ、手取れるからね。6匹があるからね。死に張り付いてる。あ、でかっ。あげたいけどね。でかいね。これ？うん。好きやね。だってもうついでいるよ、俺さ。滑る。これを打ち込ませるとき、これ一匹いるって。いや違うんですよ。あ、でも大きいのは足だけ。はい、確保。まず一匹ね。二匹目も見る。二匹目ちょっと小さいね。小さい。これ小サイズだね。はい。でも元気だね。二匹目。さあ。あ、デージ寒い。ここもあんまいいサイズじゃん。うん。でもいいサイズである。いいサイズ。結構いいサイズ。いや、これ結構でかいね。うん、これで大体ね、ステップで買ったの600円。1匹 ?2 匹で600円。これやば。これやばいね。でも、なんか、粘ったら取れそうだね、まだ。なんかいけそうな感じ。でもちょっと風が強いから。やめよう。あれのだけど、あ、多分違うな。この足小さいから多分こいつのだ。はい。